北陸電力ブルーサンダーは日本ハンドボールリーグに所属する社会人ハンドボールチームである。母体は北陸電力で福井県福井市をホームタウンとする。1990年創部。チーム名であるブルーサンダーは青い稲妻のい。チームキャラクターネームはカルボ君。チームスローガンは不等不屈。チームカラーは青。主試合会場は 北陸電力福井体育館フレアである。他には福井県営体育館などがある。練習会場は同じく北陸電力福井体育館フレア。1990年に創部し、1992年から日本ハンドボールリーグに参戦。1996年に12勝2敗で優勝し、一部へ自動昇格を果たした。 1997年は14敗の再開に沈み、1年で2部へ、降格した。2000年に2部優勝を果たし、1部へ昇格。1部で迎えた2001年は14敗の再開と、振るわず、入れ替え戦で、HC 東京に敗れ2部へ降格。2002年から4年連続2部優勝を果たし、2006年から1部へ、昇格した。同年初勝利を記録。 2009年から3年連続で再開を記録。2012年は8位と再開を免れたものの、2013年から4年連続で再開に。2017から18年シーズンはメカルアツシが加入し、日本リーグでの連敗を79連敗でストップさせたが、5年連続で再開となった。赤字は再開。 社会人選手権は2010年まで実業団選手権として開催。社会人チャレンジは2011年まで実業団チャレンジとして、1995年まで実業団トーナメントとして開催。ありがとうございます。